イタリア共和国南部にある州。州とはポテンツァ。しばしばブーツに例えられる、イタリアの土踏まずからくるぶしにかけて、あたりの地域で、イタリア半島の南部、カラブリア半島の付け根に位置しており、南東部はイオニア海に面する。また、州域の西南部はティレニア海にも面している。北から東にかけて、ブリア州、南に、カラブリア州、西に、 カンパニア州と境界を接する。州とポテンツァは、州域北西部の内陸に位置し、バーリから西南西へ1 0 4キロターラントから西北西へ1 2 4トルナポリから東南東へ約1 3 2トル首都ローマから東南東へ約3 1 3トルの距離にある。州には2つの県があり、西部がポテンツァ県、東部が マテーラ県である。人口1万5000人以上のコムーネは以下の通り。人口は2011年1月1日現在。アペニン山脈が州の多くを占めており、全体的に起伏の多い地形である。最高所はモンティーバルチャーの1326メートル。バジリカータ地方は古代にルカニアと呼ばれた地域の一部にあたる。イタリア統一前は、 ブルボン町両シチリア王国の一地域であった。バジリカータ州と各県バジリカータ州は以下の日県からなる。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在。面積の単位は経平方メートル。2006年の国立統計研究所の統計によれば、 6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がバジリカータ州の数値である。州内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。コブリーグのセリエ D ではカンパニア州、プリア州、 夏夜州のチームと共にジローネエッジに属する。カラブリア州の地方リーグとして、エッチェレンツァ・バジリカータがある。ありがとうございます。